皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、大人ニキビの対処法として私が使っているスキンケアアイテムを厳選して5つご紹介していこうと思います。で、私ちょいちょいね話してると思うんですけれども、本当に昔からニキビ体質で、まあ思春期ニキビと大人ニキビっていうのは全く別物で、今日はその大人ニキビの方をやっていこうと思うんですけれども、思春期ニキビももう顔面全面にできて、この首とかあの頭の頭皮までできてたし、それを乗り越え何もできなくなり、25を過ぎしたらまたね別の大人ニキビというね、あのすごく憎ったらしいやつが出てきたわけですよ。でなので私ももう本当にニキビと戦ってる歴で言ったら結構人に負けないんじゃないかなっていうぐらいあるので、まあ、今回はその中で私が使ってよかったなと思うものをご紹介していきます。一番初めにもう同じメーカーのものなので2個紹介したいと思うんですけれども、オバジの酵素洗顔とオバジのセラムですね。まずはオバジの C セラムをご紹介していこうと思います。これはピュアビタミン C が高配合されているので、ニキビの原因の皮脂を抑えて、色素沈着とかニキビ跡の原因になりやすいメラニンの生成を抑えてくれる効果があります。あとは毛穴の引き締め効果なんかもあります。なので基本的にはニキビの予防にも使えますし、ニキビ跡のケアにも使えます。まあでもこれは、保湿成分はほぼ入っていないので、化粧水とか乳液とかはいつも通りやって、まあその中にこの、オバジェを挟んであげるという感じですね。で、これは私が結構ニキビ、本当に口周りにニキビが止まらないみたいな、もうニキビの勢いがもう一生止まらないんじゃないかっていうぐらい、うわーってもうめっちゃできちゃった時があったんですよ。でその時にこれを使ったんですね。でこれを使ったら、ある程度、全部は治らないけどある程度までは収まりました。あ、でもある程度良くなってきたら次は、このビタミンの刺激による赤みが私は出てしまいやすくなっちゃった気がしたんですね。それは、これを使い続けたことによる悪いことというわけではなく、赤みが出やすい肌なのである程度治ってきたら、オバジの濃度は5とかに下げたりとか、ずっと使い続けたものを1回やめてみて逆に良くなったっていう時期もありました。ニキビ跡を治したいとか、ニキビの予防をしたいとか、毛穴を引き締めたいっていう方には本当にすごくおすすめです。まあ、でも肌質ってどんどん変わっていくので、あれちょっと合わなくなったかもっていうことも十分あり得るので、まあ、そういう時にはまた調整したり、この数字をちょっと落としてみたりして使うといいんじゃないかなというふうに思います。次はですね、オバジの今紹介した酵素洗顔になります。酵素の働きで、角質、まあ、つまりタンパク質を取り除いてくれるんですね。でやっぱ角質っていうのはニキビの原因にすごくなりうるものなので、まあ、そういうものをきれいにしてくれるということです。すごく乾燥肌な方とか敏感肌な方とかが高頻度で使うと、逆に角質を落としすぎてしまったりとか、ヒリヒリしてしまったりする場合もあるので、まあ、そういう方は週に1回とか2回とか、ごわつきが気になる、角質が溜まってるぞっていう時だったり、私の場合だと、生理前でもう分かるんですよね。肌の調子で分かるんですよ。あ、もう来るぞ、あと2日後だみたいなのが分かったりするので、そういうタイミングで一旦使ったりしてます。これはニキビができやすい方とか角質が溜まりやすい方っていうのは持っといて1回ずつ小分けになってるので、お家に1個あるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。次は、こちらでございます。パックね、ドーン。こちらメディヒールの T3 のパックになります。これは、韓国のもので、私はいつもコリアデパートで、まとめてねドーンと買ってるんですけれども、まあ、リンクね貼っておきますね。これは主に、ニキビができてしまった時とか、お肌を鎮静したい時に使います。でもまあ大体メディヒールが推奨してるのはおそらく週に 2,3 回使う、最高でも使うことなので、今鎮静させといた方がいいぞってこう見込んで使うっていう感じですかね。ひどくならないうちに今日明日じゃあ2日連続でちょっと集中して大きいのができそうだから、これを使おうみたいな感じで、様子を見ながら使ってる感じです。本当にね、あの口周りのニキビってなかなかできやすい方ってゼロになることってないと思うんで、それをゼロにしようとして
って使おうとすると毎日使う羽目になっちゃったりすると思うんですよ。でもやっぱり週に 2,3 回が一番効果的、それでどんどん肌質を改善していくっていうことなので、まあ、多ければいいっていうものではないので、だいたいそのくらいの頻度で使ってます。これはティーツリーの葉のオイルが入ってるですね。敏感肌のその炎症を抑えるっていうことと、あと鎮静効果があります。これが一番そのこのパックのメインの成分です。つけた瞬間スーッと、若干スーッとひんやり気持ちが良い感じで、膨らみそうなニキビができてしまったっていう時に2日連続ぐらいですると、だいぶねニキビが本当に小さくなる感じがするし、あと赤みがとにかく落ち着きます。新大久保でも売ってるんだけど、新大久保だと結構1万円あたりの値段が高いんだよね。300いくらとかだった気がする。私新大久保ちょいちょい行くんですけど、そのくらいで、逆にコリアデパート、そのネットの私が買ってるコリアデパートとかで買うと1枚だいたい100いくらとかでも、その分送料みたいなのがかかるんですよね。800円ぐらいかな、かかるので、もうまとめるときはまとめてボンって買ってっていう方法で私はいつもしてます。はい、まあ、とりあえずこれは本当にめちゃくちゃおすすめです。次は最近のかスキンケア動画でも紹介したこのアルジタルのインテンシブエキナセアクリームです。エキナセアというハーブの力を借りたクリームになります。大きいニキビを治すっていうよりかは、本当にちっちゃいプツプツっていうようなニキビをこう抑えてくれる、鎮静させてくれるようなクリームになります。で、私はいつもスキンケアの一番最後の仕上げにこちらを塗っています。で、大きいニキビっていうのかな、こうすごい炎症して痛々しいみたいなニキビができるのが減ってきた時に、やっぱりでもちっちゃいプツプツみたいなのって絶対あるし、それをねどうにかしたいなと思って、もちろんティーツリーのやつも結構効くんだけれども、やっぱ毎日できるものでもないから、毎日塗れてお肌に優しくてこう鎮静させてくれるようなものをないかなっていう時に出会ったのがこちらになります。鎮静兼保湿もしてくれるということで、すごく便利なアイテムだなというふうに思って、私はこれがねないとかなり不安です。でしたら最後ですね、最後じゃあニキビできちゃったらどうするよっていうところですよね。今までのは、まあ、ニキビができるだけできにくいようにするとか鎮静するっていうことなんですけれども、ああもう成長してしまった、終わったっていう時ってあるじゃないですか。私はそういう時に使っているのが、ペアアクネクリームになります。炎症を起こしてしまったニキビとか炎症を沈めていくようなお薬っていうのは結構ステロイドが入ってるものも多かったり、私も皮膚科に行ってた時にこれちょっとステロイド入ってますみたいな感じで処方されてたりしたんですけれども、私はできるだけ、まあ、反対派ではないんですけど、自分は非ステロイドのものを使いたいなって単純に思っているので、このペアアクネクリームを使っています。これは、ニキビ跡とかには効果ないです。ニキビ跡とかクレーターとかに効くような成分は入ってないんですけれども、白ニキビが膨らんできたとか、白ニキビがちょっと悪化して黒ニキビになってる状態ですね、そういう時に塗ると比較的治りがね早いなというふうに思います。で、私は綿棒とかにとってこうピッピッピッピってもダイレクトに乗せていきます。逆にニキビの予防としてニキビができてないところに塗ったりすると逆に炎症が起きてしまったりするので、本当にできてしまった、膨らんでるっていう時にその部分だけに乗るように綿棒でつけて寝るという感じです。もうすでに炎症が起きてるニキビに塗ったら、その段階でそれ以上には、ならないという私の中のデータがあります。もちろんちょっと白っぽく海っぽくなるっていう場合はあるんですけど、大きさ自体は膨らんでないんですよね。だからもうその大きさの中で治ってくれるっていうようなイメージです。ということで皆さんいかがだったでしょうか。私は本当にニキビができやすい、もう何回も言うけれども、もう昔からニキビに悩まされなかった年はないんじゃないかなって思うぐらい、本当に吹き出物がとにかく出やすくて、大人ニキビに悩む皆さんの気持ちよくよくわかります。思春期ニキビとは違ういろいろな事情が絡まり合ってできてくるものでもあるので、なかなかこう何個もできてる人が
綺麗に感知させるのってやっぱりすぐはできないと思うし時間がかかると思うんですけれども、でも逆に私はその吹き出物が出る体質をラッキーだと思って生活しようって思ってるんですね。例えば何食べても吹き出物としては出ないみたいな方とかもやっぱり体質としてねいらっしゃるので、そういう人羨ましいなって私もね思ったことね1000万回以上ぐらいあるんですけれども、でも出るって体が健康というか素直ってことだし、それに気づいてどんどんいい生活習慣に変えていけるじゃないですか。何かネガティブな部分があるから自分を改められることもたくさんあると思うので、私はもうそういう風に割り切って、頑張ろうという感じでいつも大人にニキビね吹き出物が出るたんびになんかこうだったかなだったかなって分析しながら、いろいろ考えたりしております。ということでちょっと最後かなり語ってしまったんですけれども、本当にねこの話はね尽きないよ。本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラムとツイッターもやってるのでぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。